熱海ニューフジアホテルは熱海市熱海温泉街にある温泉ホテル。創業は1964年で熱海でも最も大規模なホテルの一つである。熱海フジヤグループであったが経営が悪化、格安ホテルチェーンの一つとして再生している。ニューフジアホテル1964年に熱海フジヤホテルが総工費40億円、1万坪のニューフジアホテルを開業。 思考は体制建設。この当時、東海道新幹線開業や東京オリンピックを控えており、外国人層の受け入れも兼ねて開業した総合リゾートホテルである。1986年には別館が開業した。本館と別館との二棟からなり、客室総数は350室である。開業当時は、本館地下にアカデミー劇場という映画館や室内プール、 ボーリング場、お好み、食堂、スナックなど取り揃え、最上階にはナイトクラブなどがあり、1階にも至るところに、スナックバーがあったりと高級ホテルだったことが伺える。開業時から今日まで熱海の大規模ホテルを代表する豪華ホテルだったが、経営が悪化、社長であった塩谷厚子の失脚や、経理責任者による1億円の横領事件などが話題となった。 2005年にはカラオケ店チェーンなどを経営するクリアックスに事業譲とされ伊藤園ホテルズの格安ホテルとしての再生が試みられている。同グループホテルの特徴である365日統一料金、宿泊料1万円以下、夕食バイキング、マージャン、囲碁、将棋、カラオケ無料、プール無料などが当ホテルでも採用されている。なお、食事については、 解析料理のプランも採用されている。2017年4月からは、伊藤園ホテルズの中でもグレードの高い、伊藤園、理想と枠が、同じ熱海温泉のホテル大野屋などと共に組み込まれ、格安ホテルよりもサービスの向上が図られている。概要の通り、開業から50年以上経っており、時代に合わせて、ホテルの施設やサービスなど今のお様変わりし続けている。 2017年1月6日に静岡県より旧耐震基準で建てられた県内の不特定多数のものが利用する大規模建築物44棟の耐震診断結果を公表され、そのうちの1棟である投資施設が震度6強以上の地震で倒壊、崩壊する危険性が高いと診断され、2019年9月より耐震回収工事予定である。 2021年7月3日活発化した通雨前線の影響で降雨が断続的に続いていた熱海市で土石流が発生。翌日4日、約387人の避難者全員を当ホテル施設で受け入れることになり、同日午後から受け入れ、移送された。など海岸までは徒歩3分であり、海側の部屋からは初島など、相模湾を眺望でき、また海岸までの近さゆえに、 熱海海上花火大会などへは抜群の立地である。塩屋一族は熱海海岸通りに熱海富士屋ホテルも経営していた。同ホテルは1947年にニューフジヤとして開業した後熱海富士屋ホテルに改称したが1999年に廃業した。同ホテルを経営していた SF 商事はかつて熱海ニューフジヤホテルを運営していた。 NFP 社とともに2009年に倒産した。破産申請時の負債総額は両社合わせて約88億円であった。熱海の夏目屋市は熱海ニューフジアホテルに植栽されている夏目屋市。明治4年イタリア人によってレモン、あたミサクラと共に熱海にもたらされた。1972年9月26日に 静岡県指定天然記念物に指定されている。今日限りで、アカデミー劇場閉館ニューフジアへ上都大浴場に、洋画は、ロマンス座で引き継ぎ。熱海新聞。熱海新聞。AB、熱海富士屋ホテルニューフジアの元運営会社が、破産申請し、倒産国内倒産。不景気 .com。2014年6月18日閲覧。第4章下僕。 草花の剪定と方向。熱海市ホームページ。2014年6月18日閲覧。静岡県文化財保護課。静岡県内指定文化財リスト。静岡県内指定文化財調査。2014年6月18日閲覧。ありがとうございます。